こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチュビットは始めていきたいと思います。公式戦2試合ですね。佐世保ドッグス行きましょう。相変わらず不調は抜けないですが、そうそう、脱出してほしい。いいですね。あとは決定力だな。オフサイドです。でパス。ん？これはいけません。相手ボールをスローインです。信頼を取り戻さないといけないですからね。危ない。おお。ルミやりました。先取点です。危ない。スキー回り込みます。前半終了です。疲れは何もない。
そうそう、選手交代ですね。みんな、これも疲れています。これを変えておこう。オフサイド。動きが全然全試合と比べてもいいですね。ナイスです、クルビー。そしてセンタリング、これはちょっと無理がある。ファルですね、いけません。イエローカードをもらってしまいました、ミオ。さあこれどうか。さあコーナーキックのチャンスを得ました。ちょっとオーバーしすぎた。すごいんです。要はカバー、またオフサイド。サイドに入る動きが多いのかな。さあ残り5分。今取ります。相手に攻撃を意図づく位置は与えません。決めてほしい。あら、ダメだな、もったいない。試合終了。ようやく勝利、久しぶりの勝利です。幾度もチャンスを作ってきました。これが決定点、決定台になりました。どうぞうまくチャンスを作るんですが、データが2位に上がったな。とはいえ首位筑波大学とはまだ5点差、得失点差2位なだけですね。これで 98% 一位率上がりました。さあ次はリマッセ大阪強豪ですね。疲れは困っている選手いるが、
きましょう。ここまでいいです。さあ、クランカリバーズの方は勝率は高いと言っているが、相手は何と言っても強豪ですからね。それはどうか。クリアです。潰しに行きますね。いいですね。こちらボールもすごいんです。ファールか。クリアキーはセンタリングだが、キーパーグルフィンキャッチ。おっと、取れた。やばい。おお、チャンスを潰していく。キックを乗り越えます。縦パスもいいセンス。相手の選手高いですね。こちらボールをスローインを確保しました。スローインをスローインか。あーっと流れてしまった。いけません。今決定的なチャンスだったですよね。ここにアーレンのピンチ。あ、ファールを取られてしまった。選手で奪われてしまいます。これを乗り越えていきますね。やっぱ強豪チーム。前半終了です。次に変えて変えていこうと思います。流れが悪い。シュート、おー、同点です。よくあのプレッシャーの中を乗り越えて決めてくれました。右から窓から、窓から決めましたね。
チャンスですが、過ぎ去ってしまいます。シャタリング決めれるか。緑。さらにマドカが1対1。グリーンに横飛び。飛び飛びチャンスを作るですが、グリーンが止めますね。いいキーパーだ。危ない。ついてます。一戦1点がでかい。ファウルですね。これはイエローカードです。無敵。またファウル。さあラストチャンスでしょう。ほぼいけ。ああ、ダメだ。左だ。ずれた。アシャータイムは2分ですが、これは、試合終了です。なんとか同点に追いついたっていう感じ。まあ、前まではと比べたら全然ポジティブな気分になりますね。北原に決められてしまいます。でそのまま後半へ。後半10分、窓から決めました。よくディフェンダーのマークは厳しい中でしたが、諦めずに決めてくれました。これが相手のキーパーのグリフィンがすごい強いですね。出ますよ大阪は。最後チャンスだったんですが、クルミこれは外してしまった。2位のままですね。スコアダガバとの得失点差も5のまま。1% 落ちますね。まず1試合休み取りましょう。次はエルドアード欧州とフォルティール浜松との公式戦ということになります。それが終わればジャパンカップが待ってます。9月に入りましたね。もう秋ですね。しっかり勝っていきたいと思います。もしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄プレイリストブログツイッターございます。ツイッターのフォローぜひお願いします。カルチョビットアーをお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画変更でした。